ここは会社で残業中だったはずだが。スライム。どうやら俺はいわゆる異世界に転生してしまったようだ。職業はテイマー。テイマーというのは魔物を仲間にできるけど、基本戦いに向かない不遇職らしい。なぜか本来使えないはずの魔法が使えるが、その威力もおかしいと言われる始末。ちょっといいか。さっき言ってた俺の魔法の威力がおかしいって、弱すぎって意味だよな。強すぎておかしいって意味だ。みんな15分で終わらせるぞ。うわーい、いけー。おい、無理するな。お前テイマーだろ。龍二を信じろ。意地を見せるぞ。こいつら無理する。ありがとう龍二。これで届く。転生賢者の異世界ライフ2022年放送開始。